界ため .com。 来週3月19日の日銀の金融政策会合でマイナス金利の解除があるかどうかということにもう集中しているという感じですけども、来週マイナス金利解除する可能性は極めて高くなってきたなというふうに考えておいていいんじゃないかなと思うんですね。今週から来週にかけて、特に3月19日のあたりのところでもう一度やっぱり円高局面というのが来るんじゃないかと思うんですけども、そこが当面の円高のピークになるというようなイメージで今のところ望んでいきたいなというふうに思っています。皆さん今週もよろしくお願いします。今のマーケットの注目は来週3月19日の日銀の金融政策会合でマイナス金利の解除があるかどうかということにもう集中しているという感じですけども、今日の日経新聞もマイナス金利の解除が議論されるという記事を出していますけども、かなり確率が高くなってきたなという感じです。ポイントは植田総裁も春闘の結果が重要と言っていましたけども、昨日集中回答日でしたが、やはりかなり満額回答が多くて、中には要求の倍を出すというような企業もあったりして、大盤振る舞いという感じですので、これはマイナス金利の解除には大きな材料になったんじゃないかなと思います。ですから、来週マイナス金利解除する可能性は極めて高くなってきたなというふうに考えておいていいんじゃないかなと思うんですね。ただ昨日日銀の総裁が国会に出て、多少なんていうのか、口を逃がすというか、はっきり言わなかったところで円安になったんですけども、その後、報道等で、19日はやるんじゃないかというのが出たんですが、円高方向であんまり戻らなかったですね。こういう動きを見ている限りですね、マーケットはこのマイナス金利の解除っていうのをかなり織り込んできたというか、やるんじゃないかっていうことで落ち着いて見始めているということなんだろうというふうに思います。仮にマイナス金利解除したときは、それでもやっぱり一瞬は円高に僕はなると思うんですね。どのあたりまでいくか、ドル円がもう一回146円台の前半ぐらいまで行くっていう感じですかね、というぐらいまで行く可能性は十分あると思うんですが、これは以前から申し上げているんですけれども、おそらくそこでマイナス金利を解除したときに、これはその金融引き締めに正常化に向かうプロセスではなくて、あくまでも異常な金融緩和というか、そういう部分を少し修正をかける程度のものですよっていうようなコメントをちゃんとつけた上でマイナス金利を解除すると思うんですね。そうすると少し時間が経ってくると、3月はそのマイナス金利を解除したとはいえ、その後またしばらくこの状態が続く、つまりゼロ金利、しばらく続くんじゃないかというようなムードになってくると、もう一度やっぱり円安方向に向かって戻っていくということが起きるというふうに今のところは想定をしています。ですから今週から来週にかけて、特に3月19日のあたりのところでもう一度やっぱり円高局面というのが来るんじゃないかと思うんですけども、そこが当面の円高のピークになるというようなイメージで今のところ望んでいきたいなというふうに思っています。3月19日までは、これは下やって上やってっていう、ギターマークをやりましたので、少しマーケットは落ち着いてくるというか、様子見気分に今日あたりからだんだん入ってくるんではないかなというふうに思います。というのは、いわゆるブラックアウト期間といって、政策会合の前に関係者が一切何も喋らないっていう時期に今日から入りますので、情報は出てきませんから、あとは報道機関の報道ということが頼りになってくるんですけども、すでに日経新聞は観測記事をもう出していますので、だいたい今一番最初にすっぱ抜くのは日経新聞ですので、そこがもう事前に出しているということを考えると、この期間はなかなかやっぱりどちらにも動きづらいという展開になってきたんじゃないかなというふうに思いますので、何せやっぱり3月19日からがやっぱり本格的な勝負ということになってくると考えています。
最後にお知らせとなります。ガイタメ .com では現在特別キャンペーンを実施しております。バナー広告がありますけども、特別キャンペーン専用のリンクを YouTube の概要欄に用意しています。そちらから口座開設をしていただいて1万通貨以上の取引を行っていただければ7000円のキャッシュバック、また取引量に応じて最大100万7000円のキャッシュバックのキャンペーンを実施しております。こちらキャンペーンにエントリーが必要となりますので、詳細はぜひリンク先よりご確認ください。